カンムシです。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。ムン大統領の演説を右から左に受け流した日本政府、それに韓国がブチギレてるって本当？先日の3月1日は韓国における抗日独立運動記念日だったのですが、その際に毎年恒例の演説をしたムン大統領。今年の内容は東京オリンピックを政治利用するために、いわゆる慰安婦問題や応募校問題を封印し、日本との距離を縮めようとしていることが手に取るようにわかる演説でした。違う見方ではアメリカのバイデン政権に怒られないように形だけでも協力的な姿勢を見せたのではないかという分析も出ています。それを証拠付けるように3月2日韓国外交部報道官は定例記者会見で、日韓間の過去の問題に対して政府に解決策はない、対話が重要、ムン大統領は誠意を見せた、日本は日韓の意思疎通のために役目を果たせと、まあ従来通りの日本に責任を丸投げする形に戻っています。まるで対話をして欲しかったら土下座しろというようなお門違いの一人芝居をしている感が拭えません。たった1日で豹変した韓国政府のいつもの姿勢に、日本の識者からは放置が最善という意見も当然ながら出ています。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など、今日もわかりやすくお伝えしていきますね。3月3日付韓国中央日報によると、3.1 独立運動記念日の演説を通じたムン・ジェイン大統領の対話提案に日本が冷淡な反応を示した中で、韓国政府がこれからは日本が呼応する番という立場を明らかにした。外交部の報道官は2日の定例記者会見で、韓日関係の解決法に関して解決策議論のためには対話しなければならず、我々は準備ができているとし、今後韓日間の正常な外交的疎通は日本の役割と話した。これに先立ち、日本の加藤官房長官はムン大統領の記念演説に対して、重要なことは両国間の懸案の解決のため韓国が責任を持って具体的に対応していくことという従来の立場を確認した。これは韓国が新たな提案を出さなければならないということだが、韓国は日本が動く番という立場を明らかにしたのだ。なかなか接点が見出せない状況で、互いに相手に対して先に動けと求める格好だ。ムン大統領の積極的な和解メッセージの発信にも韓日関係改善を期待しにくい理由だと報じています。この中央日報の記事の中で、韓国が解決すべき課題はしっかりと認識されています。いわゆる徴用工訴訟において、日本企業の資産が現金化されることはレッドラインだということ、2019年に提案した日韓両国の企業がお金を出し合って被害者を補償するという提案を日本に拒否されてから、韓国側から具体的で実行可能な提案は出されていないこと、そしていわゆる慰安婦問題に関しても慰安婦合意を無効化したのはムン政権であること、今年に入ってソウル中央地裁が出した日本敗訴の判決がこの問題をさらに複雑にしていることを中央日報は全て理解しているのです。しかし韓国政府は、日本が対話に応じよ、解決策を持ってこいというばかり。本当に呆れてものが言えません。こんな韓国に対して日本はやはり丁寧な無視または放置プレーに徹するのが最善の方法かもしれません。ムン大統領の演説当日に加藤官房長官は、言葉だけでなく具体的な行動で示してねとムン大統領をバッサリ切り捨ててしまいました。翌日の3月2日には茂木外務大臣もムン大統領の演説について、姿勢の表明だけでは評価できないと会見中におっしゃられています。私だったら評価に値しないと本音をポロリと言ってしまいそうですが、茂木外相は韓国によって国際条約が破られ、日韓関係は冷え込んだと、日韓間にある問題の責任は韓国にありと強気な発言をされています。
全くその通りですね。ところで、この3.1 独立運動記念日の演説は韓国国内でもあまり評価されていないようです。朝鮮日報や連合ニュースではバイデン政権に向けた日韓の関係改善を努力しているというポーズ、東亜日報は北朝鮮問題を解決するためにも日本とアメリカとの関係が重要だからと報じていますが、これらは裏を返せば韓国は北朝鮮問題で行き詰まっているということです。2019年8月15日、光復節において南北統一し経済成長を目指すとムン大統領が演説すると、北のメディアは茹でた牛の頭も天を仰いで大笑いするという独特の表現でムン大統領を一刀両断しています。日本人には理解できないこの表現、何でも韓国のことわざらしく誰もが不愉快になる、いわば韓国をバカにした表現なのだそうです。例えば日本の政治家が発言すればソウルの街中で反日暴動が起きるレベルらしく、それに比べて旬としていたのはやはり主従関係が確立していたからだと思います。それはともかく、2020年6月16日には南北共同連絡事務所を北によって爆破されてしまいました。北との通信連絡手段を失ってしまった今、周辺国やアメリカを巻き込むしかないのです。石平氏の著書、結論、朝鮮半島に関わってはいけないでは、2000年の民族の伝統芸、内紛と外国巻き込みが今も繰り返されていると書かれています。伝統芸の外国巻き込みに巻き込まれないように、日本にとっての対韓政策はやはり丁寧な無視または統治が最善の防御方法なのかもしれません。丁寧な無視といえば、茂木外務大臣は韓国のカンギョンファ氏の後任外交部長官のチョン・ウィヨン氏との電話会談を未だにしていないようです。アメリカ、中国、ロシアなどのカウンターパート、これは協力してくれるパートナーまたは同格の相手を意味しますが、そのカウンターパートとの電話会談は行われているのに、茂木外務大臣とは電話ができていないと韓国側の焦りが記事から伝わってくるようです。韓国から電話会談を望んでいるというメッセージは届いているようですが、日本側は無視しているようですね。中央日報の表現では果てしなく先送りにされる様相だそうです。加えて茂木外務大臣、新しい駐日韓国大使であるカン・チャンイル氏とも面会していないようです。今回のムン大統領の演説に対しても評価できないと切り捨てた茂木大臣、この調子で韓国との対話を果てしなく先送りしていただけると国民としてもありがたいです。加えて中国にもそれくらいの強気な姿勢を見せてくれるとありがたいのですが、今回のニュース、韓国からも興味深い声がたくさん上がっていましたので、次にその一部をご紹介いたします。ムン大統領は4年間何をやってきたのですか？被害者がなぜ解決策を提示しなければならないのですか？慰安婦合意をひっくり返しておいて突然未来志向って、ムン大統領が解決策を提示すべきです。慰安婦合意では慰安婦のおばあさんたちの 70% はお金を受け取ったのです。残りの 30% のおばあさんたちを何とかするのがムン大統領の仕事でしょう。加害者が謝罪すべきか、被害者が謝罪すべきか。形骸外交とは全ての国から無視されるってことですか？これは左派政権の政治書、任期終盤のレームダック化です。具体的な解決策は加害者が提示すべきです。もう日本とは断交しましょう。ムン大統領の演説にもう日本も騙されませんね。ムン大統領は分断と独善の大統領として歴史に刻まれます。退任後はパク前大統領、イ元大統領と同じ道を進むでしょう。ムン大統領に解決策を提示する能力はありません。ただ台本を読んでいるだけですから。どうして今日本にすり寄るのですか？国民の自尊心も経済もボロボロにするつもりですか？相手にする価値はありません。日本が滅亡する日をゆっくりと待ちましょう。なぜ日本に手を差し出すのですか？他の国と手をつなぎましょう。まずは国内の親日派を清算するべきです。
日本があんな風に言える根拠は、慰安婦合意を無効化したことや、日韓基本条約を無視して徴用工訴訟で日本企業の資産に手を出そうとしたことです。韓国によるこれらの行動が日本を強気にさせているのです。日本が本気の謝罪と保証すれば問題は解決するのに。二度と日本には負けません。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からも面白い意見が上がっているようですよ。いくら口先だけのことを演説で話しても、国家間の条約や政府間合意を破られた側の日本政府の要求に対してゼロ回答するようでは永遠に平行線のままでしょうね。日本としては丁寧な無視で対応し、相手が態度を変えるまで一切何もしないことが上策でしょう。相手に優しくしてやったら勘違いして増長する、厳しく突き放したら逆切れして逆恨みする。よって日本が取る選択は丁寧な無視が最善となります。ムン大統領には感謝しきれない思いでいっぱいです。これほどまでに反日を推し進めていただいたおかげで、やっとお互いの未来にとって明るい展望が見えてきたと思います。中央日報は過去4年間のムン大統領の対日スタンスについて、強硬、衝突、融和、混沌と表現し、ブレまくるムン大統領を揶揄しましたが、その次となる最終章は土下座となることを期待します。ムン大統領の演説の評価は難しいではなく、行動で示す以外評価の対象にはならないとはっきり言うべきです。仲の悪いご近所さんとは関わらないことでバランスを取るように、この近くて果てしなく遠い関係が日韓の正常な関係です。相手にされてないのに一人で押したり引いたりしている状況、これを日本でなんて言うかご存知ですか？一人相撲って言うのですよ。なーに勝手なこと言っているのでしょうか。未だ状況を理解していないムン大統領がいる間はもうこの問題は解決しないでしょうね。前向きに検討できる解決案が決まったら連絡してください。3月3日、茂木外務大臣と電話会談を従っている韓国のチョン・ウィヨン外交部長官は、自称慰安婦でトランプ前大統領に抱きついたことや、泣きの演技で有名なイヨンスさんと面会していました。イヨンスさんはチョン・ウィヨン氏にいわゆる慰安婦問題を国際司法裁判所に持っていくようにお願いしたようです。ハーバード大のラムザイヤー教授の論文も一緒に持っていき、間違いを明らかにしたいと意気込んでいます。せっかくムン大統領が3月1日の演説でいわゆる慰安婦問題を封印する努力を必死にしていたのに、その裏ではおばあさん今日も元気に活動していますね。外交の天才はおばあさん一人説得できないのですか？それでは菅首相と会っても話になりませんね。まずは国内での宿題をきちんと終わらせてください。外交はその後ですよ。外交の天才ムン大統領。皆様のご意見ご感想お待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。